イブキ暴風は、セリカイブキ暴風属の多年層。別名、単ナ暴風。茎は直立し、枝を開け、高さは30から120センチメートルになる。茎には、量があって、やや角張り、全体に毛がある。葉は、長さ5から30センチメートルになり、2から3回以上吹くようで、小葉は、さらに細かく切れ込む。かきは8から9月。形長か、 分子した先端に、計3から6センチメートルの副産系果樹をつけ、白色の五弁花を多数つける。果樹の下にある双方辺、小果樹の下にある小双方辺は線形。果実は楕円型で、文化の背面に短毛が生える。床は表面側の角、背ゾ下に3から4個、文化が接し合う合成面に6個ある。日本では、北海道、 温州の近畿地方伊東に分布し、日当たりの良い産地の草原などを生育する。アジアでは、朝鮮南部に分布する。イブボウ風俗は、セリカの属の一つ。多年草で、茎は直立し、枝を開ける。茎には普通量があり、角張る。ハワニから3回以上吹くようで、普通右辺に、柄がない。果樹の下の双方編はある場合とない場合があり、小果樹の下にある。 焦燥方程はある。花弁は白色で時に紅色がある。果実の表面には毛があり、文化の高市場は脈状になって離れ、床は平ら。世界に15種知られ、日本にはいブキ暴風一種がある。ありがとうございます。